日本福島県藍津若松市米台米城は、福島県藍津若松市にある町。米台1丁目と米城2丁目からなる。郵便番号は9 6号の0 8 7 5藍津若松市市街地の中部に位置しており、国道118号の西側を町域とする。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市。藍津若松市の北西部に位置する。 周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した藍津若松市の中心市街地を形作る。東は大手町、城南町、西は湯の川町、南は南花畑、南町、北は山賀町に接する。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 1384年、小田垣に、足の直盛が、東、黒川間を築いた。これが後に、黒川城、小田垣城と言われるようになる。その後、伊達政宗の入城、欧州市置を経た後に、賀茂氏里により、黒川が若松と改められ、1593年には、城の改築を始めた。これによって完成したのが天守閣、前田氏。 矢倉などを備える城で、この際に内外の核も作られた。また、1640年、加藤秋成は、城の追ってを北にしたほか、天守核を塗層に改めた。江戸時代、現在の米城付近には、米台などがあった。米台は、米台、米袋とも書き、若松城下城郭内西部に位置する東西四条の通りであった。北端から、かずゆにのて、 三の帝、四の、長とされ、市屋敷、役所、蔵などが立ち並んでいたとされているほか、西大手門の向かい側には、重心の屋敷もあったとされている。また、城郭外との間には、河原町口などが設けられていたほか、1804年には、藩校の日進館が開設された。1868年9月22日、母親戦争の戦いの結果、 若松城は開城し、現在の米城付近も大きな被害を受ける。明治時代に入ると、民政取締所、民政局による統治を経て、1870年に若松県が置かれたほか、江戸時代からの若松城下の町は再編され、本町、米台、小田垣、王道、権現下角に加えて、小田町、半米町のそれぞれ一部が合わさり、若松栄町となった。 栄町の町名は、母親戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、以後栄えることを願いつけられたものされている。また、若松県庁が城内に置かれていた時期があったほか、1875年、新政府の方針により若松城は取り壊されている。その後、1877年に、旧来の福島県、岩前県、 若松県が合併されて福島県となったことから若松県は廃止されたほか、1889年に町村制の施行によりそれぞれ若松町内の町名となる。1889年合わせて若松栄町は栄町の町名となり、1899年には若松町の市政施行により若松市の町名となる。1955年、 当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併、藍津若松市となったことから、以後坂江町は同市の町名となる。その後、1960年代に藍津若松市の住居表示が実施され、現在の米城周辺も対象となる。そして、1965年、坂江町、南町の一部により、 米台が誕生する。町域西川を通る国道118号などで合図の売り合い自動車によるバスが運行されている。路線バス等の系統 AB、合図若松市の重機人口。合図若松市。2017年8月9日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。 角川日本地名大辞典7福島県 P8651983AB 角川日本地名大辞典7福島県ピアニッシも857から 8581983AB 角川日本地名大辞典7福島県ピアニッシも901から 9061983AB 角川日本地名大辞典7福島県 P385 1983アイズバス路線図ありがとうございます。